まあいっか。でこれステージ作った後、うわどうしよう。スタンド前から鉄格子1本置いて、いや悲しすぎないか。この高さ、この高さにスタンドマイク置くからさ。スタンドマイクに見えるこれ。いや、これ逆にすればワンチャンいける？ちょっと待って。こうして、こうして、こうして、で、これを、こうして、こうする。どう？スタンドマイクに見えるこれ。ちょっと微妙か。いや、これな、あれなんだよな。統合版だったら、鎧盾の動きというか、ポーズ自由に変えれるんだけど、Java 版は変えれないんだよね。いや、羊毛足りないんだよね。ここをなんか埋めるとしたら。すごい時間がかかっちゃうから。なんか石ブロック使うのも違うしな。でとか言ってこれ以上ね羊増やしても毛が生えないから、ただあそこ全部埋めるってなったらだいたい100100ブロックぐらいはいる。ここを縦全部埋めるんだったら1000ブロック近くいる。いやー、旗自体のコストが羊毛6個なんで、結局羊毛を作るの待つになっちゃうんですよ。あ、ネザーゲートでビジョン再現ありかもな。ネザーゲートが一番いいかもな。まあ、近づかない限りうるさくないしね。結構もうデカめのネザーゲート作ってっていう風な感じにする。そしたら、その縁の部分だけ黒曜石集めればいいわけだから、まあ、そんな大量に必要になるかって言われればそうでもないから、そうするか。ネザーゲートビジョンにするか。ナイスアイディア。はっ。はっ。なぜだ。でかすぎる。ネザーポータル最大の大きさは、外枠は 23×23 らしいです。なんで、ここのマスが23マスじゃないといけないらしい。よし、着いた。すごい。あ、ここなんか木材置いていいかもな。木材置いてさ、あれっぽくしようぜ。スピーカーっぽくしようぜ、ここ。お、いいじゃん。あ、で、これで、いや、てかもうこれでよくね？あと天井に照明欲しいだけで。ステージもこれでいいでしょ。オッケーオッケー。よし、あとは、ここの周りに、こうやってエンドロットをつけていく作業。これと、あと、この白樺のトラップドアをつける作業で終わり。よし！みんな見えてきたぞ！終わりが。もうそろ終わるぞ！この長い長い武道館建築がついに終止符を迎える時が来る。いや、あと1個足らん気がするな。やっぱり。おいえ。よし、これで最後の終わりの時がもう近づいてるよ。よし、すべての準備は整った。やばい、終わらせよう。長かった長かった。はあ、おいふざけんなよ、嘘だろ。こんだけやってきて足りないなんてことがあんのか。くそー、あとちょっと、あとほんまにちょっと足らん。終わりか。よーし、武道館の外装終わりー、終わりだー、終わりだー。おー、綺麗。いいね。やっぱここエンドロットにして正解だったわ。めっちゃ綺麗。え、すげえすげえすげえ。よっしゃ。武道館完成や。まあ、あと細かいところはブラッシュアップっていう風な形にするか。ちょっと待って、撮影用のスペクテーターモード。おー。スタンドー、よーし、できたー、武道館完成やー。最大収容人数1万5000人。まあ1万5000人も入れるようなマイクラサーバーなんてあるのかどうかわかんないけど、いやこれはいい出来や。まあ天井がな暗いのがちょっとあれやけどな、まあこれは後でやるわ。よーし、赤サバが 1.19 になる前に武道館完成できたー。いやー、この間6時間頑張ってよかったな。それの成果があって、こうやって約3時間で内装とか全部終わらせた。ワンマンライブ in マイクロ武道館やるか。今度。制作期間どんぐらいやろ。でも俺ほとんど配信してるから、武道館作るの合計で28時間で、実際にかかった、時間なんとほぼ1ヶ月。武道館作りますって整地していろいろやったのが5月の12日5月の12日から始めて6月9日終了です。長かった。1ヶ月かかったぞ。合計作業時間は約28時間。でもまた裏でちょっとやってるところもあるから、約30時間だな。制作期間1ヶ月。作業時間30時間。この武道館、マイクラ武道館は作り終えました。まあ、あと細かいところやね。まあ、どうでもいいところ。例えばここの、鎧盾のところを増やすだとか、あと天井の屋根だとか、そういうのはまあまあまあ後でいくらでもできる。武道館できたー。よし、赤そばマイクラ 1.18.2 これにて完。